はい、皆さんこんにちは、どうもひろです。今回はドリフト走行会前に行うサイドブレーキメンテナンスをやっていきたいと思います。はい、ということで、僕はですね、このロードスターに乗って、まあ、サーキットでドリフトをメインで走っているわけなんですけれども、ロードスターといえばですね、サイドブレーキの効きが悪いっていうのは結構有名かと思います。で、まあ、実際にね、サイドブレーキの効きは確かに良くなくて、まあ、ブレーキの構造上どうしてもね、ガツンって引いた時にロックしにくいっていうのは、まあ、しょうがないと思うんですけれども、そんな中でもですね、まあ、ちょっとしたメンテナンスをしてあげることによって、まあ、チェイサーとかみたいなサイドブレーキバンって引いてタイヤがバチンってロックするとまではいかないにしても、まあ、ドリフトをやる上で、まあ、最初のきっかけであったりとか、まあ、ちょっと飛距離伸ばすためのサイドブレーキとか、前の車との距離を調整するためのサイドブレーキっていうのが全然使えるようになるので、僕はいつもですね、ドリフトの走行会に行く前にですね、まあ、そんな難しい作業でもないので、やるようにしています。で、今回の動画ではそれをですね、ちょっとご紹介しようかなと思います。なので、まあ、ロードスターでね、バンバンドリフトやってる方はね、当たり前だろうぐらいに思うかもしれないんですが、まあ、これからね、ロードスターでドリフトを始める方、始めたばかりの方とかで、まあ、初めのうちはね、サイドブレーキを使ってドリフトのね、こうきっかけ作りをしたりすると思うので、そういった方に少しでもお役に立てばいいなということで、今回はご紹介しながら作業の方やっていきたいと思います。では早速なんですが、今ちょっともうジャッキも上がってるんですけども、タイヤを外して作業の方進めていきたいと思います。よいしょ。はい、ということでタイヤが外れました。そしたらですね、今回やる作業なんですけれども、まず一つ目はですね、ピストンの調整になります。ロードスターのね、この後ろのブレーキを触ったことある方はご存知かと思うんですけれども、ピストンをですね、締め込んで調整することができるんですけども、で、このピストンをですね、締め込んでこう押さえつけていく、その締め込みの量も最後まで締め込んでから半周戻しとか、なんか3分の1戻しとか、まああるんですけど、それがですね、例えば最初パッド交換とかした時とか、まあキャリパーのオーバーホールとかして、まあその状態で組み込んで、やっぱずっと走るとですね、まあパッドが減ったりして、最初にね、締め込んで半戻しとかにしてたのが、ちょっとしてから見ると全然ゆるゆるになってたりとか、というか、まあゆるゆるというよりかはもっと締まるようになってたりっていうのがあるんですよ。で、サイドブレーキのこのピストンのとことか触ってないとですね、多分相当締め込める状態になってるんじゃないかなと思うので、それやるだけでもかなり変わります。で、結構室内のサイドブレーキレバーのところのね、ワイヤーのこう締め込みをやる方も多いと思うんですけども、それよりもこっちをやってあげた方がいいかなと思います。で、もう一つがですね、このリアのパッドなんですけども、このパッドがやっぱずっと使っていく上で、もともと粗い目だったのがブレーキダストとかが詰まっちゃって、まあ、表面がこうツルツルな状態になっちゃうので、それを紙やすりとかで軽くバーッと表面をさらってあげて、またザラザラの状態に戻してあげると、それだけでもかなり効くようになるので、まあ、あんま削りすぎちゃったりとか、なんか変な角度で削っちゃったりするとローターとの当たり面がね、おかしくなって、まあ、それはそれでね、あまり良くないんですけれども、どっか平らなところに置いて、こう軽くシャッ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 ってやって、表面全体がザラザラになるような感じでやってあげるだけでいいので、今回はこの2つの作業をやっていきたいと思います。まずはですね、キャリパーを外してパッドの方を取って、パッドのね、ペーパー当てからやっていきたいと思います。はい、ではまずはキャリパーの方を外していくんですけれども、キャリパーをですね、外すには、このキャリパーの下側ですね、ここがですね、キャップになっているので、これを取ると、ここに中にボルトがいます。12だったかな。で、こいつ外してあげるとキャリパーがこうパカッと開くので、でパカッと開いたら、この中にもね、スライドピンが入っているので、それを奥にそっとずらしてあげると、キャリパーがね、外れてパッドが取れるようになるので、それをやっていきたいと思います。じゃあ外していきます。ちなみに下のところは12ではなくて10でした。よいしょ。締める、緩める、よし、よいしょ。はい、こちらがボルトになります。で、そしたらですね、下側がこう、あれ、下側が、あれ、どうするのこれ。で、そしたら下側が開くんですよね。開かないじゃん。サイドブレーキ効いてるな。サイドブレーキは下ろしてあげましょう。すっかり忘れてました。下側を、よいしょ。こうやってずらしてあげて、
ちょっとここねサイドブレーキのワイヤーがきついので、もしあれだったら外してあげてもいいと思います。回して奥にこうやってよいしょ持っていってあげると外れます。これはちょっとホースとかが無理しないような場所に置いておきましょう。ロアームのところに乗せておきました。はい、でそうしたらパッドが外せるのでパッド外すんですけど、ちょっと一つ注意なのがこの M 型のスプリングなんですけども、こいつがですねこのパッドを外に開くような力が加わってるんですね。でこれが結構なくしたりとか付け忘れたりとかしがちなの であと元のね付け方が分かんなかったりするので、よく外す前に見てから外すようにしましょう。外すのは別に簡単に外れちゃうんですけど、片手だと難しい。お、M を内側にこう潰すようにしてあげると取れます。で下側もあるので下側も外してあげます。よし、はい、取れました。そしたらもうパッドがスコンと取れます。はい、ということでこちらが外したパッドになります。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、なんかこうテカテカしてるような感じに見えますかね。これが、まあ、結構目が詰まっちゃってこの表面がツルツルしちゃってる状態になります。これをペーパー当ててやすることによってまたザラザラの面がね出てくるので、それをやってあげます。じゃあやすっていきましょう。でやする紙なんですけども、僕が今回使うのはこの布でできたサンドペーパーというか、なんて言うんだろう、まあやすりの紙ですよ特にね何がいいっていうのはないと思うので、普通の紙のね100均とかで売ってるようなペーパーとかでも全然いいと思います。で120番を今回使います。下に置いてこれをこう当てて、まあちょっとこんな感じで削っていくと。でたまにこう表面をねふーって吹いてあげるとね粉が飛ぶので、それでまあ削れ具合を見ながらやっていきます。まだ結構テカテカなので全然ダメですね。もっとやっていきます。どうでしょう、全然映像だと分かりづらいんですけども、結構ザラザラになってきました。表面のなんかねこの繊維というか素材というかがなんかこう出てきます。分かりづらいけど、もう少しだけやっとこうかな。はい、こんな感じです。まあ最初のやる前と比べると全体的に均一に同じような色してるかなと思うんですけども、実際目で見ると全然テカテカしてなくてザラザラになってます。で反対側もやっていきます。今結構すごいテカテカなのが変わると思います。はい、こんな感じで実際に目で見るとね結構いい感じになってます。映像だとあんま伝わらないんですけども、だいぶテカリが取れて、まあこの表面がザラザラになっているので、まあ実際に作業をねやる場合は目で見れば確実にね違いがわかると思うので、まあ、表面がザラザラになったなと思ったらそこでやめて全然大丈夫だと思います。あんま削りすぎるとねせっかくのパッドがなくなっててしまうのでもったいないので、まあ様子見ながらやってみてください。はい、それではパッドの方が削り終わったのでまた元に戻していきます。はい、でパッドがついたら次はバネ、このバネをつけていきます。よし、はい、つきました。そしたらキャリパーを戻していきます。でちなみにここもですねスライドピンでグリスがついているので、まあ、当分ねこのキャリパーとか開けてなければ一回拭き取ってから新しいグリスを塗ってあげるといいと思います。今回僕はねちょっと前にグリスアップはしたばっかなので今回はそのままにします。まず上を刺してあげて、よいしょ、入った、入ったら下に下ろす。よし、入った。はい、これで戻ったので下側のボルトをつけていきます。はい、これでパッドのペーパー当ては完了になります。そしたらお次はですねピストンの方の締め込みをやっていきます。
でピストンの締め込みなんですけれども、まずですねまたキャリパーの裏に戻ってここ今指差しているところですね、ここの12のボルトを外すと中にピストンをね締め込むことができる、ボルトにアクセスできます。なのでまずはそのボルトを外してあげます。場所がねあまり良くなくて頭突っ込めないと思うので、しかも14だしちょっと手探りになるとは思うんですけれども、右から順番に触っていくと一番右はサイドブレーキのねブラケットを固定してます。でその隣にあるのが蓋になっているボルトなので、まあそうやって思っていただければ見つけやすいかなと思います。で多分そんな強い力で締まってないと思うので大丈夫かなと。で14でした。こんな感じの、まあ、短めのボルトでワッシャーっぽいのついてます。でそしたら今外したところ空洞になるんですけども、そこにですねこちら 4mm の、六角レンチ、ちょっと長いやつの方がいいと思います。これをボルト外した穴に刺すとですね、あの六角レンチ引っかかるようになります。でこれを締めていくと、ピストンがね押し出されるようになるので、とりあえずまずは締めてみます。多分結構締まると、あ半周ぐらいだな、半周ぐらいでした。でまあいくつか締まると思うんですけども、まあ、そんなにギューって締めると中のねちょっとギアっぽい構造になってるので、そいつがダメになることもあるみたいなので、まあ優しく締めてって回らなくなるところまで締めたら、このタイヤを一回こうやって回そうとしてみます。じゃあ、回らないはずなんですよ。今これ締めたことによってサイドブレーキ引いてるのと同じ、ブレーキかけてるのと同じような状態になってます。でここから例えば、4分の1緩めるとちょっと回るようになります。ただこれだとまだ多分引きずってて重たいと思うので、まあ4分の1のその半分なんで3分の1ぐらいがベストなのかな、どうなんだろうな、3分の1から半分ぐらい緩めるのがいいのかなと思います。でそれができたらまたこの開けたボルトを締めるという感じで、これだけです。ただこれがね意外と重要で、まあ、今回僕はあんまりあの緩んでなかったんで良かったんですけれども、これがもう乗り出しても何年か分かんなくてずっとそのまま乗ってたりしてると結構緩んでたりとかすると思います。そうするとそれをね締めてあげることでかなりブレーキの効きにね変化が起きると思うので、すごくおすすめです。ほいほいと OK、 はいこれで作業完了になります。グッチ、はいといった感じの作業になります。ちょっと今回片側だけやって、この後、まあ、同じ作業になるので反対側はねちょっと動画外でさっとやっちゃうと思います。で今回やった作業ですね、まあどっちかというとかなり簡易的なサイドブレーキのメンテナンスになります。本来ねサイドブレーキ調整っていうのはもうちょっとねちゃんとしたやり方があって、サイドブレーキのレバーを下ろしてワイヤーを緩めてブレーキ踏んでとかいろいろあるんですけれども、まあそれをねやらなくても今回の作業やるだけである程度効きが良くなるので、でまあ作業内容的にもねかなり簡単ですし、僕はいつもこの作業ですね走行会の前であったりとか、まあ走行会ついてからタイヤ外すついでにちょろちょろっとやったりしています。で僕が使ってるねこのブレーキパッドとかも、まあ、純正よりはちょっとスポーツめなぐらいの普通のパッドなんですけれども、それでもねあのそこそこ十分効くので、チェイサーとかああいうのと比べてしまうともちろんダメなんですけれども、そんな中でもまあやらないよりかはね全然効くようになるので、まあロードスターでドリフトやってる方、これからやろうと思っている方、やり始めたばっかりの方、全然難しい作業ではないので一度やってみてはいかがでしょうか。ただもちろんですねあのキャリパーのねあのメンテナンスが全然やってなかったりするとそれ以前の問題にもなってくると思うので、まあそういった場合はねあのオーバーホールをしてあげるのが一番いいとは思うんですけども、まあそれをやった上で走行会走ってて、まあ、サイドブレーキ結構使っちゃって例えばパッドが一気に減ってしまったりとかした場合にね今の調整とかやってあげると全然変わってくるので、ぜひぜひやってみてください。ただ一つ注意点なのはやっぱブレーキ周りになるので、あのあんまりね作業に自信がない方は無理にやらずに、まあ詳しい方にやってもらったりとか一緒に見てもらったりとかするといいのかなと思います。ということで今回は僕がドリフトの走行会前に行うサイドブレーキのメンテナンスでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバーイ。